全形造形。ほぼ全ての国で取引が禁止されているが、日本では自宅の押入れや床の間から出てきた押入れ造形、床の間造形などの名目で流通しており、新作の根付や印鑑など幅広く活用されている造形を持つアフリカ造アフリカ造の骨格造形は、造の牙や歯から採取される硬くて白い物質で、早牙の物理構造の一つである造形質を主成分としている。 英語圏では、アイボリーと呼ばれ、象牙が代表的だが、他の動物の葉や牙なども含むことがある。象であろうが人間であろうが、哺乳類の葉や牙の化学構造は、現象問わず同じである。象以外の葉や牙の取引は十分に確立されており、広く行われている。したがって、アイボリーは、掘ったり削ったりするのに、十分な大きさの、 商業的に関心を持たれている、哺乳類の早牙を表すのに正しく使用できる。造毛は、古代から芸術や製造業において、造毛彫刻から、ギシピアノの鍵盤、センス、ドミノなど、様々なものを作るために重宝されてきた。そのような用途では、造毛が最も重要な生産元であるが、マンモス、イウチ、カバ、マッコウクジラ、シャチ、一角、 イボイの獅子などの牙も使用されている。また、エルクには日本の牙の歯があり、これは祖先の牙の名残と考えられている。アフリカゾウやアジアゾウなどの絶滅危惧種の増下の国内外での取引は違法とされている。アイボリーという言葉は、突き詰めていくと古代エジプトのアブ、アーブからラテン語のイーブア、またはバーを介して派生している。多くの哺乳類の 牙と称される長く尖った葉は剣士が発達したものであるが、象の牙は門歯が発達したものである点が異なる。象の生活において象牙は花と共に祭事活動などに重要な役割を果たしている。材質が美しく加工も容易であるため、古来工芸品の素材として珍重されていた。動物系代用品人、高品人、工象牙は、 台所で自作することも可能である。白色顔料や陶芸の釉薬などとして画材店で販売される酸化チタン、牛乳、卵をミキサーで混ぜ、オーブンで加熱して完成。これは越前の発明王こと、坂井渉が発明したレシピである。造毛の利用例、根付。日本の伝統工芸品として造毛の国際取引が合法だった時代には、 海外にも輸出され、イギリスのベストセラー小説、琥珀の目のウサギのモチーフにも使われた。超造毛、透下人物等級造毛から削り出され、17層の球体からなる包容する聖母が彫られた、造毛製の正規造毛柄の探検適度に吸湿性があって手に馴染みやすく、材質が硬すぎず、柔らかすぎず、加工性も金属や水晶や大理石。 翡翠などより優れている。印象の高級素材としての造形編集種肉の馴染みが極めて良く、高級感もある。印象が契約や公式書類では欠かせないため、日本はワシントン条約締結までは一番の輸入大国であった。取引停止後は条約施行前や一時解禁時に輸入された造形が印材として加工されているほか、各種の代替品が利用される。 印材としての造毛も部位によってランクがある。安物は表面近くの筋が多く入っているもの。先端に行くほど中心に位置するほど貴重なものとされる。通常は木材と同じく縦目に切削されるが、側面から見て年輪のように模様が出る横目印材もある。特徴のある模様だが木材と同じように強度は縦目のものには劣る。 破装具としての造毛、編集、刃物職人組合の掲げる看板は、像と城のデザイン。造毛は、破装具として、古くから利用されていることから、イギリスの刃物職人組合である、ワーシップファル・カンパニー・オブ・カトラースの紋章には、像と城が使用されている。楽器部品としての造毛、編集者未線、編集者未線のバチとして、適度な弾力、 手のひらの湿度を吸収することにより手との馴染みが良いこと、舞台媒の良さなどで多くのシャミ専音楽分野において最高の素材とされている。代替品としてや合成樹脂製のものも普及しているが、未だ増減を超える素材が見つかっていない。層の爪についても同様である。この他に琴の柱やシャミ専の駒においても増減の優れた性質に勝るものがないのが現状である。 さらにシタンや黒炭などの唐木との色彩対比が美しいことから、それらと組み合わせて、層や琵琶の部分的な装飾にもしばしば使用されるが、現在は次第に使われない傾向にある。また、ナットとして、シャミセンやギターやリュートに、糸巻きとして、シャミセンやリュート、ビオールなどに、あるいは弦楽器の弓のチップにも使用される。音色への影響もあるが、 主に見た目の美しさで選ばれることが多い。ピアノ、編集造毛は古くからピアノの発見に貼られてきた。現在でも造毛はその肌触りや質感において別格の鍵盤素材である。しかし、ワシントン条約により造毛の貿易が禁止されてからは、スタインウェイサンズ製品に代表されるピアニストが演奏会で用いる最高級グランドピアノであっても、 アクリル樹脂系の素材を用いている。海外から日本に、鍵盤に象毛が貼られている古いピアノを輸入する場合、象毛を除去しないと輸入が許可されない。象毛は、漢方薬として、肝臓癌の治療に使われる。象毛くず漢方薬の原料。象の牙を粉にしたもの。粉末を加工して練り象毛も製造する。効能、解熱、精神安定、下毒、筋肉増強。 感触、痙攣、寝汗、喉の腫れ、自郎造毛は古くから密度が高く切削加工しやすい素材として珍重された。ヨーロッパの旧石器時代の遺物にはマンボスの牙に人や動物の像を刻み、投げやりきのような道具を製作した例が多数ある。紀元前後世紀には古代ギリシアの彫刻カペディアスによって造毛から掘られた女神アテーナー像が パルテノン神殿に飾られ、エジプトからも出土品がある。イスラム圏では、イスラム美術の複雑な幾何学パターンを彫るのに非常に適していたことや、インドやアフリカとのアクセスのしやすさ等から、ヨーロッパより不自由することなく大きな造形製品が作られた。特にその重量感と温かい風合いは、多くの人に好まれるところで、ピアノの鍵の代名詞でもありビリヤードの流行の際には、 ビリヤードボールを造毛で作ることが一般的であった。しかし効果で、また乱獲により得がたくなったため、これに代わる素材の開発が求められ、19世紀に入ってセルロイドが発明された。なお1990年からアフリカ造の造毛の国際取引はワシントン条約により原則禁止となっている。造毛を掘る工芸家古代には焦燥インフォムツとなっている工芸品、 紅れない木場鉢磁尺などの素材として用いられており、産後や別校に並んで珍重されたことが伺える。中村寺根寺軌道では、アフリカ像の造下が装飾されている。その後、造下工芸品はしばらく姿を消すが、鎌倉、室町時代には日本に、造下の流入があったことが確認できる。主たる輸入先は中国、東南アジアである。だが古代、 南部に相当数が生息したとされる中国の像も、当の時代にはほぼ絶滅したと言われ、もっぱら東南アジアから中国を経由して、日本に入るルートが用いられた。室町殿に光こお飾り機によると、足利将軍家には、象牙製の棚や拓があり、筆や筆刀、菓子の器などにも象牙が用いられた。三味線の鉢も、 造形で作られ、茶道具でも茶尺や掛け軸の軸に使われた。特に茶入れの蓋、騎蓋は得意な使われ方をしている。茶入れと騎蓋とのバランスが重視され、傷や古さが逆に評価されることもあった。蓋に生ずる傷を素と総称し、これを一種の風景や文様のように扱い、茶入れと組み合わせて生ずる人工的な風景を自然の風景に見立てた。 江戸時代には、造毛工芸は高度な発展を見せ、根付や陰道などの工芸品に有品が存在する。明治時代に入ると、食産工業の一環として、工芸品の輸出が奨励され、下町分野においても特に高度な技巧を凝らした。有品は、国際博覧会に出展され、人気を博した。また、造毛の輸入量が増えると糸巻きの高級品に造毛が、使用され、 さらに造毛の置物も広く珍重されるようになった。大正、昭和に入ると、西洋のパイプ喫煙文化が導入され、パイプが主な造毛製工芸品となった。この頃には物資など西洋化によって、仕事の減った職人が造毛化工業に進出するようにもなっていった。これらの伝統的造毛工芸品は、明治一新以降のイギリスを中心とした海外交易の際や、 第二次世界大戦後のアメリカ新中軍が、根付けや印道のユニークなデザインや精巧な加工に目をつけるなどしたことで、数多くの工芸品が海外に流出し、特に江戸時代から明治時代にかけての芸術性の高い根付けや、キセルなどが有名美術館で多数展示されている。イギリスなど欧米にはこれら根付けとキセルのコレクター市場があるほどで、特に英国ビクトリア アルバート博物館の根付コレクションは有名である。また近年では、清水三年坂美術館が幕末から明治にかけての牙馬りを含んだ様々な分野の工芸品の有品を海外から積極的に買い戻しており、日本国内においても注目が高まってきている。高度成長期の日本ではサラリーマンが増え、高額商品の分割払い購入も普及し、増下性実員の需要が、 飛躍的に伸びた。輸入された造毛消費の9割が印鑑に加工される時代があった。造毛製品の展覧会もしばしば開催される。彫刻誌では、朝日玉山、石川光明、安藤緑山、菊池多街道等、有名な人物がいた。今日では、造毛の彫刻誌は、需要の減少と高齢化が進み、現在は、 東京や京都に数えるほどの人数しか存在しない。菊池互い道の作品は東京国立博物館に数点互い道の息子により寄贈されている。また安藤緑山の作品はインターネットで閲覧可能である。このほか、造毛や造毛製美術、工芸品に重点を置いた展示施設として、造毛彫刻美術館や造毛と石の彫刻美術館がある。なお、 日本には、印鑑業界を中心とする根強い需要があるため、2019年現在も、増毛市場が存在する。ただし、インターネット印鑑業開催大手のハンコヤドットコムは2016年8月に、増毛、マンモスキバを使った印鑑の販売を終了するなど、合法市場の規模も徐々に縮小している。日本の増毛市場の規模は、2016年現在では、 ピーク時の10%程度となっており、そのうちで印鑑での利用は8割である。近年では代用品として、ロシアからのマンモスキバの輸入が増えている。1989年の絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約によって、増下製品なども含め国際取引は原則禁止とされており、日本を含めほとんどの国々では、 国内取引は何らかの規制がなされているが、アフリカ諸国では政治の腐敗による密漁や密輸による非合法な流通が存在するため問題となっている。IUCN のレッドリストによるとアフリカゾウの絶滅の恐れの度合いは地域によって異なるとされ、地域によっては絶滅危惧種扱いをされているところもあれば、レッドリストにリストアップすらされていない地域もある。また、 増毛の合法的な取引により得られる経済的な利益は生息国における増の保全にも役立つため増毛が適切に利用されることがアフリカウの持続可能な利用につながると考えられている。1990年以降ワシントン条約によって増毛に関する国際取引は原則禁止とされているがアフリカウの生息が増加しすぎて重害が 発生している南部アフリカ諸国からは国際取引の再開を望む声もある。増減をめぐっては野生の増が生息していない日本も増減の主要消費国という面では当事国の一つである。一方、日本では増減は持続可能な資源だと考えられており、増減の国内取引は事前に登録を受けた事業者が取り扱うのは合法である。日本国政府の見解では 日本での増減の利用がアフリカゾウの密漁や違法取引を誘発するなど種の保全に影響するとは考えられていない。日本の増減利用に対する海外からの圧力が年々強まっていることが問題となっている。日本政府の関係省庁、関連業界、関係 NGO 及び有識者による適正な増減取引の推進に関する 官民協議会を2016年より組織している。増毛は国際取引が原則禁止された後もアフリカ諸国では密漁が発生しており問題となっている。アフリカ諸国の間にも増毛の国際取引の全面禁止を望んでいる国と全面解禁を望んでいる国があり対立している。全面禁止を主張するのは北部中央アフリカ諸国であり、 アフリカ像の管理がうまくいっておらず像が激減している国である一方で取引再開を望むのはアフリカ像の管理が成功し個体数が増加している南部アフリカ諸国である。2013年に国際連合安全保障理事会に提出された報告書によれば アフリカ中部地帯の武装勢力が、象下の密輸を重要な資金源としているとして、半期分事務総長が懸念を表明している。報告書によると、2004年から2013年にかけて、ガボンの国立公園で1万千頭以上の象が殺されている。密漁者は2011年リビア内戦で、リビアから流出した強力な武器で武装しており、 従来の法執行機関では対応できないため、カメルーンのように軍隊が対応している国家もある。造毛は国際取引が原則禁止された後も、日本や EU を含む世界には依然として取引がなされている。2019年現在、基本的には商業目的の造毛の国際取引が原則禁止されており、国内に需要があるとしても、 条約で禁止される前に国内に入ってきた造毛が1999年と2009年にワシントン条約による同意のもと輸入された造毛に限った取引となっているが世界各国では密漁や密輸が存在しこれは問題になっている造毛の大きな市場があった中国は2017年に造毛の国内取引を禁止し香港政府も2021年までに 造毛取引を廃止する方針を発表した。また、造毛の取引が規制されている EU でも、1947年以前に製造されたアンティーク造毛と偽ることで、造毛加工品を合法的に販売できる抜け穴があり、中でもイギリスは、アンティーク造毛の大きな市場が存在し、また造毛加工製品の世界最大の輸出国となっている。アメリカ合衆国は、 2016年7月に増毛の販売を禁止したとしているが、これは、仲裁取引にのみかかる規定であり、2019年6月現在、州内取引も含めて、増毛の取引を禁止しているのは、全米50州中9州に過ぎず、またハンティングトロフィーの取引は容認されている。EU では、フランスは2016年に増毛の販売を禁止した。 イギリスでも2016年9月に造毛の取引を大筋で禁止する法案が施行されたがアンティーク業界のロビー活動の結果1947年以前に製造された造毛製品は販売できることになったため新規に作られた造毛製品をアンティーク造毛と主張して販売する抜け穴が指摘されアフリカ諸国から非難されているこのように EU 各国の足並みは揃っていないが EU レベルで増毛取引の全面禁止に至る取り組みが2016年より段階的に始まっており2017年6月には EU 全域における全形増毛の取引が禁止されたイギリスではウィリアム王子が増毛の禁止のために熱心に活動しており王室財産である1200点の増毛製品をすべて 破壊したいと公言している。ウィリアム王子は第17回ワシントン条約定約国会議でも基調講演を担当した。中国は1990年代から2000年代に経済発展が著しく加速し、かつての高度経済成長期の日本と同様に増下の需要が増しており、この需要を満たすためにアフリカで像の密量が増加していた。 環境保護団体の環境調査エージェンシーによれば、2013年、中国の習近平国家主席がタンザニアを訪問した時、随行していた中国政府関係者が象下を大量購入、外交封印袋に入れられ、中国まで運ばれたという。2009年の古錦東の時代にも、同様のことがあったという。批判を受け、2015年9月25日の、 米中首脳会談において中国の習近平国家主席とアメリカのオーバマ大統領が増下の国内取引を終了するために共同声明を発表中国の国内市場は年に閉鎖された2016年より後の中国はワシントン条約定約国会議において増の保護を主張する側に回った2018年以降の中国では 周辺国における違法取引の撲滅と日本を含むアジア諸国からの密輸ルートの閉鎖が課題となっている。中国の闇市場では増毛1ポンドあたり1000ドル前後で取引されている。左派共和国では増毛の需要の多いアジア向けとしてマンモス牙の輸出に力を入れいる。日本では増毛は彫刻、印象、根付などとして伝統的に使われてきた。 日本の増下市場は WWF ジャパンによると2016年時点でピーク時の10%くらいとなるなど縮小の傾向にあるとされるがいまだに活発な需要が存在し特に印鑑での用途は日本国内で使われている増下の80%を占める。日本はワシントン条約の国内における実効性を保完するために1992年に 種の保存法を制定し違法な取引の防止に努めている。2010年代以降の増毛取引禁止という世界的な動きの中でネット通販大手の楽天では2017年7月に楽天市場における増毛の販売を禁止し流通大手のイオンも2020年からイオンモールにおける増毛の販売を禁止する方針を固めるなど日本政府の方針とは関係なく 自主的に増毛を禁止する日本の業者も出てきている。e コマース大手のメルカリやヤフーでは、増毛の取り扱いを自粛することとしている。ワシントン条約の締結により1990年により、増毛の国際取引禁止措置が取られ、事実上世界の増毛貿易は終了した。しかしその後、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエの増の個体数が、まびきが必要な規模へ急増。 1997年のワシントン条約締結国会議でナンバーリングを行う等の措置を条件に貿易再開を決議。1999年に日本向けに一度限りの条件で貿易が行われた。南部アフリカ諸国はゾの急増により農業被害や人的被害が見られることもあり、引き続き貿易の継続を要望した。2007年。 ワシントン条約の常設委員会は、監視体制が適切に機能しているとした、南アフリカ、ボツワナ、ナミビアが保有している60トンを日本へ輸出することを認める決定をした。なお、日本と同じく輸入を希望していた中国は認められなかった。2008年には CITES によって許可された増売が開催され、ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、南アフリカの4カ国から、 出荷された合計102トンの象牙が日本と中国の業者に限定して売却された。象の墓場象の墓場は象牙の宝庫とされる。象は死に場所を選んで死ぬため、死期が迫った象は自ら仲間が死んだ場所へと向かい、死んだ象が必然的にたくさん集まる場所ができるとする伝説がある。シンドバットの冒険の七度目の冒険では象を買って、 象毛を得る奴隷の身分に落ちたシンドバットが仲良くなった象から象の墓場を教えてもらい、象を殺さずに象毛を得て巨万の富を得た。このようにおとぎ話の世界の話で現実には存在しない。象毛の陶現実からかけ離れた無双の世界。学者が閉じこもる研究室の比喩。ミハエル・エンデの果てしない物語にも登場する。もともとはフランス語。 ラツアーディイブウォー。旧約聖書、ソロモンのミヤビカ7、5の、汝の首は、象牙の塔のごしに由来し、サント・ブーブがビニーを表した、エビニ、プラスシークレット、コム・エヌ・サンツアーディイブウォー、アバント・ミディリント・レイト、という言い回しに由来する。象牙色アイボリー。淡い黄色。クリーム色。象牙海岸西アフリカの国、コート・ジボワールのこと。 フランス語のコート d イブ o を和訳した名前で、英語名のアイボリーコースとも同じ意味。かつてこの一帯から造形が搬出されたため、この名がついた。ありがとうございます。